タレントの渡辺ま里奈53が21日放送のテレビ朝日、家事野郎火曜57-0に出演し、歌手鈴木亜美41の子育て術を絶賛した。行列、激安、話題の2大スーパー SP と題して放送され、鈴木が VTR 出演。3人の子供を連れて訪れたのは肉の花正。 そこでは食材を選ぶ際に鈴木がサーモンどれだ、えのきどれだ、白菜どれ、とクイズを出し、子供たちに食材を選ばせていた。この行動に VTR を見守っていた渡辺はちゃんと覚えさせる。素晴らしい、とぽつり、さらに続けて、すごい丁寧、すごい丁寧な子育てですよ。本当に、と絶賛していた。さらに料理をする際にはパックに入っているお肉を、これ見て、 枕、と次男の頭の後ろに持って行って笑わせていた。この行動にバカリズムはお母さんのこういうユーモア大事なんですかね。飽きさせないように、とほほえむと、渡辺は大事、大事。もうね、こんなことしている余裕ない。本当に、偉すぎる、と称賛した。